くそー、どうしてあと30分くらい持たないんだよ。崩れそうだった天気がついに崩れてきたのは放課後になってからだった。校門を出たあたりではぽつりぽつりと頬に当たる程度だったけれど、それもものの10分もしないうちに雨足が強くなり、こうしてバス停で雨宿りをする羽目になってしまった。どうしてるかな、歩夢のやつ。無理して起き上がったりしてないといいんだけど。降り注ぐ雨を見ながら歩夢のことを考える。ここからだと5分ってところか。夜露までの距離を考えると全力で走ればそれくらいだ。この雨の勢いじゃ帰った頃にはずぶれになるのは確実だろうけど、だけど仕方ないよな。空模様を見る限り雨は止みそうにないけれど、俺はできる限り早く帰って歩夢の様子を知りたい。となればここは諦めてずぶ濡れになるしかないか。よし、カバンをかざし覚悟を決める。1、2、3で飛び出すはずだった。あ、まどかちゃんが通りがからなければ。こんにちは。いいよ、まどかちゃん。俺とは違い、傘を差したまどかちゃんは停留所前で足を止め、頭を下げてくる。バス、待っているんですか？え、ああ、いや、これはただの雨宿りだな。家って言っても、旅館でお世話になってるんだけど、そこに帰る途中で振られてさ。待っててもやみそうにないから、諦めて帰るとこだったんだ。旅館ですか？こっからしばらく行ったところにあるよろずよってとこ、いろいろあってお世話になってるんだ。そうですか。まあそういうわけなんで、俺はそろそろ行くよ。別れを告げ、俺はこの場を立ち去ろうとする。だがまどかちゃんからは何の反応もない。まどかちゃん？何？よろしければその傘へ入りませんか？傘？もしかして送ってくれるってことか？はい。じゃあ喫茶店前までお願いしていいかな。マウンテンってとこだけど。はい、どうぞです。傘をずらし、俺の入るスペースを開けてくれるまどかちゃん。あ、そうか、今更ながらに気づいたけど、雨の中を送ってもらうってことは相合い傘ってことか。これはちょっと恥ずかしいな。よろしくまどかちゃん、サンキューだ。どういたしましてです。そのことをまどかちゃんも意識しているのかもしれない。お互いに言葉がぎこちない。それでは行きましょうか。ああ、そうしようか。はい。うなずき合うと俺たちはほとんど同時に歩き出した。バス停からよろずよまで徒歩10分。普段なら大した距離じゃないが、今は状況が違う。まどかちゃんの歩く速さ、そして雨という状況からするとプラス5分といったところか。本当悪いな。いえ。そしてさーっという雨の音だけが耳に残る。なんかいつも以上に緊張するぞ。ともすればまどかちゃんの肩に触れそうで、それを意識してしまったおかげで歩き方もギクシャクしてくると。とりあえず何か喋ろう。口を開いていれば多少は緊張もほぐれるだろう。ああ、傘。話題を探して視点を動かしたとき、まどかちゃんの手と傘の柄が視界に入った。気づかなくてごめん。俺が持つよ。そう言って傘に手を伸ばすと、びくりと体を小さく跳ねさせ、まどかちゃんが俺の手から逃れるように手を動かす。いや、俺の方こそ悪かった。驚かせちまったみたいだな。いえ、そ
そういうわけじゃ。傘貸してもらえるか。はい。改めて聞くと、まどかちゃんもうなずき、恐る恐るといった感じで傘を手渡してくれた。それからまた静かな時間が続く。横目でまどかちゃんの表情を盗み見ると、少しこわばっているように思える。さっきので警戒させちまったか。もう謝ったとはいえ、これまでに何度も驚かせてるしな。何かリラックスさせられるような話題でもあればいいんだけど。あの。何か適当な話題でも、と考えていると、まどかちゃんから話しかけられた。さっきは、ごめんなさい。いいよ、俺が驚かせたんでした。あれで驚くなと思わなかったのは、確かだけど。いえ、普通なら驚くことじゃないですから。ただ。ただ以前のようになったら申し訳ないので。以前背中を痛めたことです。ああ、投げ飛ばされた時のことか。はい。で、さっきもそうなるところだったのか。はい。だから気を悪くしないでもらえればと。気を悪くって大げさな。ちょっと、いや、かなり気になるんだけど、まどかちゃんって驚くと人を投げ飛ばす癖でもあるのか。もしあったとして、それを癖と言っていいものか。それは。悪い。聞かれたくないことだったか。じゃあ、答えなくていいかな。ふるふると左右に首を振り、まどかちゃんはゆっくりと口を開く。私、苦手なんです。男の人が。男？はい。厳しい祖父のもとで育ったせいか、どうにも男性に苦手意識があって、もともと人と話すのが苦手だったのが、より強くなってしまって。だから、触れられると。無意識というか、反射的に投げ飛ばしちまうと。はい。なるほどな。そういえば、二度目に驚かせたときは肩に触れてたっけ。苦手意識ってのはどれくらいのものなんだ。話をするのも苦手とか、それとも触れなければ大丈夫なのか。そうか。ごめんな、まどかちゃん。苦手ってのを知らずに傘入れてもらっちまって。いえ、私が言い出したことですから。それに?なんでもありません。何を言おうとしたんだろう。まあ、本人が何でもないと言っている以上、追求するのも悪いよな。でも、ほんと助かったよ。おかげでずぶ濡れにならずに済んだ。サンキューな、まどかちゃん。はい。ところで、今の話ですけど、男の人が苦手なこと、内緒にしていただけますか？あ、いいよ。ありがとうございます。だけどもったいないよな。何がですか？これだけ可愛いのに男が苦手だってことは。本当にもったいないと言いかけたところで、まどかちゃんの反応によって自分の発言のうかつさに気づく。可愛いなんて言われました
もそれは大変嬉しいのですが、私なんかにそんな褒め言葉はもったいないと言いますか。いやでもカズマさんにそう言っていただけると、私やっぱりすごくドキドキしてしまって、ああもしかして今顔がすごく真っ赤じゃないですか。うん、恥ずかしいです。でもでもありがとうございます。すごいパニクり方だな。だけどそれよりもまずしなくちゃいけないことが、まどかちゃん、一応フォローを入れておくけど、今のはナンパとかじゃなく普通にそう思っただけで。はい、また墓穴を掘ってしまった気が。おとなしい性格のまどかちゃんならどこぞの誰かみたいにナンパやろうと言いふらすことはないと思うが、ところでさ、明日の天気についてなんだけど。話題がない。じゃあ今日はサンキューな。あ、はい。結局夜強前まで送ってもらったところで、俺は礼を言って傘から出る。少し濡れていたみたいですから、風邪ひかないでくださいね。あ、風呂にでも入って温まるよ。はい、それではまた。またな。ただいま帰りました。中井さんに一声挨拶して自分の部屋へ。急いで帰ってくるはずが、ずいぶん遅くなってしまった。さて、歩の様子は。荷物を置き、濡れた制服を着替えてから歩の部屋に向かうことにする。歩、どうだ具合は。ダメよカズマさん、大きな声出しちゃ。今眠ってるから。つむぎさん、どうして。おかみに言われて様子を見にね。だいぶお熱は下がってきたみたい。そうだったんですか。まずすいません、わざわざ。謝る必要なんてないわ。歩夢くんが体調崩したならみんな心配するのが当たり前だもの。ルイちゃんやイブキちゃんも気にしてたわよ。つむぎさん、ありがとうございます。そうね、すみませんよりありがとうの方がやっぱり嬉しいものね。そうですね。歩夢が起きないよう静かに笑うつむぎさんに心が温かくなるのを感じる。歩夢の額に手ぬぐいが置かれているのを見ると、これもつむぎさんが取り替えてくれたんだろうな。じゃあ私はそろそろ仕事に戻らなくちゃ。はい、アイムは俺が見てますから。あ、そうそう、これ重ねちゃんから預かってきたんだけど。何ですか。今日二人のクラスで出た宿題や連絡のプリントですって。歩夢くんが起きたら渡してあげて。わかりました。つむぎさんからプリントの束を受け取る。なんかこうなると本当に保護者気分だな。あれ、プリントの間になんか本が。少女漫画かこれ。あら、重ねちゃんたらこんなの潜ませておいたのね。あの子なりのお見舞いのつもりみたい。なんというか重ねちゃんらしいですね。へえ、こんなの読むんだ。仮にも男子へのお見舞いが少女漫画というのはどうかと思ったが、しかしその組み合わせがあながち似合ってないわけでもないところが我が弟ながらにツッコミどころなのかもしれない。カズマさんはずっとこの部屋にいるの。歩夢が起きるまではそのつもりですけど、起きた時誰かそばにいればほっとすると思いますから。やっぱり優しいのねカズマさんは。でもその間何かすることがないと退屈でしょ。はい。つむぎさんが一冊の文庫本を差し出してきた。受け取って本とつむぎさんの顔を見比べる。ミステリーですか。なんか見たことのある旅館の表紙ですけど。これならカズマさんでも楽しめると思ったんだけど、登場人物に知ってる人を当てはめてみると面白いわよ。はあ、妙に生々しくなりそうですね。どうやらつむぎさんは時間を潰すのにどうかって本を勧めてくれてるみたいだ。どうしようかな。おっと、第6話の選択肢来ました。
少女漫画か推理小説、どっちだろうな、こういう時に。小説最近全然読まねえからな。どっちか言うと気軽に読めるのは少女漫画かな、俺は。まあそれに歩夢が起きるまでやし、まあ多分夕方にも起きるだろうって考えると少女漫画がちょうどいい気がしますな。でもな、なんかこうやって進められると申し訳ないよね、目の前で。いやでも今回は逆に、ひなたルートに進みたいわけだから、推理小説を読むとつむぎさんルートに入ってしまう可能性がありますので、今回は少女漫画の方を選んでおこうと思います。せっかくですけど、あんまり活字って読まないんで、俺はこっちでいいかなって。かさねちゃんの漫画を出して一言詫びる。作家の息子としてそのセリフはどうなんだと思うが。そういえばそうだった。そう？だったら私も漫画持ってくればよかったかな。すいません、せっかく気を使ってもらったのに。ちょっと残念そうにしてるつむぎさんを見ると悪いかなって気がしてきた。いいのよ、気にしないで。それにその本、歩夢くんに読ませるよりはあなたが読んだ方がいいと思うから。どういうこと？え？ちょっとページめくってみて。あの子のことだからきっと過激なの選んできたと思うの。おこれは話には聞いてたけど、なかなかに刺激的な、そんな少女漫画ある？きっと歩夢くんの反応を見て楽しむつもりだったのね、かさねちゃんったら。実にけしからんですな。呆れ口調のつむぎさんに対し、俺は中年親父のような物言いをしながら鼻息を荒くするのだった。マジか。そういうのもあるんだね。あとリボンとかそういう系かと